やろ、やりたくなってきた。どうもどうも、こじまです。早速お着替えさせてみました。はい、かわいいでしょう。はい、やってもらいましょう。猫ちゃん、皆様ごきげん。わー、猫じまだよ。猫じま、ぷにこー。かわいい、かっこいい洋服だね今日。ぷにこー。チャンネル登録よろの。はい、お時間です。お時間ですね。今日は就職できるようにこれから面接試験の練習するよ。何それ、面接の格好じゃないよねさすがに。なんで始めるですよ。はい、次の猫さんどうぞ。おお、面接始まりました。失礼します。ああ、まあお辞儀はいいね。自己紹介をお願いしますです。やったことあるじゃん自己紹介。ここから来ました、猫島だよ。だよ、うん、敬語がいいかな。我が社に入社したいと思った理由を教えてくださいです。はい、面接をする猫がとっても偉いって聞いたからです。うん、どういうこと。偉いです。この面接ちょろいわ、簡単だ。猫島ちゃんさんはちゃんさん、なかなか見どころがあるですね。おいおいおい、プニコ。本当この面接余裕だ。合格です。明日から働いてください。わあ、働くんだ、かわいそう。やったー、就職できちゃった。だから今日の配信はここまで。コントだね。バイバイニャです。バイバイニャー。それでは今日もね、猫ともやっていこうかと思います。早速お着替えさせたんですけども、どうですか今回の服装。うん、2人とも離れちゃった。エピソード聞けばね、近づいて見れるのでね。はい、エピソード聞いていきますか。うん、こんな感じの洋服なんですよ。パッ、靴履いてるね。部屋の中で靴履いてんのか。つパンツカーカーつつえ、通貨の中ってこと。どうしたの。ツーとカーだけでお話ししようとしてたの。なんで。ご近所猫さんがそれだけでお話できる人がいるって言ってたです。それはまた意味が違うな。猫たちほら家族になったじゃない。うん、炊きたてほかほかの出来たて家族です。うん、炊かれた覚えはないな。ほかほかの家族。真っ白で美味しいご飯みたいだから。はあ、なるほど、そういう意味ね。はいはいはい。今なら何でもできそうな気がしたんです。お、何でもって言ったね。だって美味しいとあったかいって一番強いと思うから。確かに。あ、ねえねえ、家族といえば、うん、小島さんのご家族さんのお名前知りたいです。え、それは内緒だよ。教えるのはちょっとね。猫島の考えるご家族さん、こんな感じなの。勝手に決めるの。 お姉にゃん、お母にゃん、お兄にゃん。教えるか。小島さんのご家族さん、ここ島さん。そうそう、ここ島っていう子をね、登場させようかなと思ってるよ。ここ島さん、うん、覚えたよ。うん、あったらちゃんと自己紹介するです。ん、多分自己紹介しても赤ちゃんだからわかんないと思う。それはともなく、なんだっけ。そうそう、スーパーの中にチャレンジしてたです。知ってたんだねそれ。お話できた。どうかな、プニコちゃんはスーって言ったよ。え、猫島ちゃんはカーって言ったですよ。そうだっけ。そのまま。うん、まんまだね。そのままです。チートルーとかじゃダメなのかな。なんでチートルー。猫だからニャーとニャーはどうです。それはもう普通に言ってるくない。ニャーニャーの中の方が猫には向いてるかも。あ、まあ確かにね。今度はニャーニャーの練習をするです。うん、次は小島さんとも一緒に練習できたら楽しい。え、私がニャーニャー言うの。楽しいです。楽しいかな。小島さん来て来て。はい、何ですか。お庭に来てです。庭、あ、世界樹かな。見て見て見て、世界樹。全然見てなかったね。可愛いお顔がプニプニってしてるです。本当だ、目出たんだね。プニプニ目が出たの。
とっても可愛いです。ほう、楽しい楽しい楽しいです。結構やっぱ時間かかるね。土の中でいっぱい頑張ってお顔出してく。どんくらいになるんだろう。小さいカネさんがたくさんムズムズニョキニョキしてくれたんです。うん、あったかくしてくれたお日様。小島食べる。なんで食べるの、なくなっちゃうよお日様。お家になってくれた土さんも小島食べるです。土さん私食べないよ。世界中も猫たちや小島さんに会いたかったかな。そうかもしれんね。ドゥデルーに会いたかったと思うよ。へへ、だって猫島はとっても会いたかったもん。カニコもとっても会いたかったです。会えてよかったね。みんなで順番子にお世話したから出てきてくれたの。あ、そういえばそういう感じでやってたね。ふふふ、世界樹は家族でお世話した木ですね。そうだね。うん、そう、世界樹は家族の木よ。もう世界樹やめる？家族の木にする名前。家族の木、ほんわかです。ほんわかだね。もっともっと大きくなれ。あんま大きくなるとお世話大変だから、まあほどほどに。パンツ？え？何それ。猫たちよりも小島さんよりも大きくなるかもです。プニコ、それフラグないよ。絶対大きくなるじゃんこの木。今はまだちっちゃいから言ってできないけど、うん、大きな木になったらいっぱいギュッとする。あー、なるほど、いいね。猫島ちゃんとプニコと小島さんでギュッてするの折れない。お手手つないで3人でギュッとしたいです。なるほど、そんくらい大きくなるっていうことね。3人ギュッ、ニャンダフル、ニャンダフル。小島さん、猫島ちゃん、プニコ一人だったら、うん、世界樹は種のままだったと思うです。そうかね。小島食べるです。うん、なんで急に食べるの。もっと大きくしようね。このお家の屋根より大きくしよう。そんなに大きくなったらびっくりです。プニコがさっきからフラグばっかん言う。世界樹、これからも元気に大きくなってくださいです。絶対大きくなるじゃん。プニコ、お散歩してわかったんだけどね。うん、お散歩。家族っていろんなところに書いてあったのね。いろんなところに書いてあった家族。同じ道を歩いてたのに今までは気づかなかったんです。え、家族？これってやっぱり、うん、家族になったからですよね。どういうことだろう。うん、だよね。家族になったから見えるのよ。うん、だからね、家族って字いっぱいいっぱい探したの。うんうん、探したらたくさんあって、あっちにもこっちにも。そんなあるかな。家族いっぱいいっぱい見つかったよ。家族割引的な。それでね、それでね、今日は街で見つけた家族がつくものを発表します。いいね、どんなの。全然思いつかない。待ってました。はい、待っててくれて。小島食べる。食べられるの待ってたの私。頭に力を入れて発表するです。頭に力入れる、どうやって入れるんだろう。まず見つけた家族はどんどんどん、チャラララララ、ダンダンダン、チャララララ。家族旅行、やっと家族で旅行に行くことなんだって。確かにあるわ、旅行ね。次に見つけたのが、はいはい、家族写真です。家族一緒の写真を撮ることです。なるほど、意外にあるな。それから、それから、ま、これはとっておきの情報よ。はい。2月生まれさんから聞いたんですけど。2月生まれ？誰？ファミリーっていうのも家族って意味なんだって。へえ。だから知ってる。ファミリーレストランは家族で行くレストランだよね。確かにその発想はなかったわ。小島さんとプニコたちは家族になりました。うん、ファミリープニプニ。猫島たちは家族旅行に行けるんだよ。あ、どこか行きたいところあんのかな。プニコたちは家族写真を撮れるんです。撮ってるくないもん。ファミリーレストランで3人だ撮ってないか。ご飯も食べれる。ごめん、ファミリーレストランペット禁止。ペットダメだと思う。はい、すごい楽しいです。うん、小島さんは家族旅行どこに行ってみたい。へえー、隅っこ。うん、家族旅行
にもぴったりそう。ちょっと全然別の会社だけどさ、隅っこに行きたいよね。いや、この隅っこはね、お部屋の隅っことかそういうのです。決してね、別のメーカーの作品の名前ではありません。みんなで行ったらとってもほんわかしそうですね。絶対ほんわかすると思う。縄張りの外ってドキドキだけど。ああ、確かに家族ですることだし、向こうにも猫ちゃんおるよ。いつかみんなで隅っこに家族旅行に行ってみたいかも。行こうね。家族旅行に行ったら家族写真撮りましょうね。久しぶりにミニゲームしようかな。カルタやったことないかな。カルタやってみよう。一回戦だよ。どうやんのこれ。面白いあの人。これそういうこと。同じやつを選ぶんだ。マドレーヌ。です。これ簡単だな。思い出の曲。二回戦だよ。はい。あ、終わった。最後の一枚取れないんだ。今つぶし。で、よく読む本で終わりか。勝った。余裕だったね。といったところで今回ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ならね、こっち向いてくれないかな。はい、ならね。気持ちいい。大満足。